さて今日の話題なんですけれども、うん、ここに来てちょっと気になるというか、うん、目立つのが、うん、仙石官房長官だなと思うんです、はい、ね、影の総理、もう週刊誌なんかみんな悪口大会ね。そうですね、うん、影の総理と言われつつ、うん、そういった批判もここに来て仙石様のお通り代とかね増えてるんですけれども、うん、田原さんも以前から仙石さんとは親しいということ で、うん、今日は仙石さん論を、ね、うん、はい、伺いたいと思うんですが、あのね、まあ、週刊誌がね、あるいはまあ新聞もそうだけど、仙石さんのことをボロクソに書いてるのはやっぱ小沢さんいなくなったからですよ。いないわけじゃないけども、これまで週刊誌は小沢さんの擁護をするか小沢さんの悪口を言うかで打ってきたわけだね。いろいろどっち、両方あるんだけどね、はい、小沢さんを代用をするか小沢さんの悪口を言うかで打ってきた。新聞も似てるんだけどね。と小沢さんがね、具体的にその2度目の検察審査会、これで起訴相当になって、でまあ強制起訴になると、で裁判でしょ。だから小沢さんで売れなくなったの、うん、別のところで、はい、実は小沢論やったら「田さん今週はダメでした」ダメと。小沢さんに興味ないのみんな。で、あと小沢さんの悪口、まあ主に悪口だよね、で売ってきたのが、小沢さんダメで悪口言う人がいなくなっちゃったね。でちょっと一時は蓮舫の悪口をちょっと言ったんだけど、はい、これもまあね1日しか持たないよね。でそうすると菅さんの悪口言ったってこれも売れないよね。そうするとね、悪口言えるのが戦国義久だってことになってる。まあ、次なる大物というか、いや、つまり戦国義人っていうのは小沢さんの敵だからね、うんうん、小沢さんはね、菅さんなんて問題にしてないから、はい、アンチ戦国だからね。だから小沢さんで売れなくなったから今度は戦国義人で売ろうと、こういう話なんですよ。それで影の総理で、そうそうそう、まあ、批判も、うんうん、なんか国会でもヤジが、影の総理とかねいろいろ言うらしいね、うん。で、仙石さんという方なんですが、うん、弁護士出身ということですね、うん、小沢さんが一番仙石が嫌いなのはね、はい、いくつか理由があるの。一つはね、小沢さん東大滑ったんだよね、落ちた。仙石東大なんだよね。東大出身だ、うん、しかも小沢さんは弁護士試験落ちて次に弁護士になれなかった。仙石は学生時代に司法試験取ってる。この野郎と二重にね許せないわけだ。自分がダメだったのことごとくやっちゃったの。仙石さんは受かっているという、うんうん、だからね、この間の代表選挙だって一応菅さんと小沢さんの戦争だけど、小沢さんは敵は仙石だと、うん、もっと言えば小沢さんは鳩山さんと組んで、要するにね、挙党一致ね、挙党一致に行こうということになって、その時に小沢さんは仙石を外せ、で菅さんもいろいろグラグラしたんだけど結局仙石さん怖いから外せないと。だから仙石は外せ外さないで結局はだから戦いになって、仙石を外せば小沢さんは代表選挙やめてもいいです。もう挙党一致でよかった、はいはいはい、ということなんですね、うん。ただそのまあ司法試験や東大というのはあるにしても、やはりこう思想というか政策の違いが小沢さんとの間にもちろんあるわけですよね。あんまり思想の違いないと。あ、そうですか、うん、僕は ね、はい、ね、単純に小沢さんのコンプレックスだと思 う、 うん、ただ仙石さんというと元社会党、うん、だけどね、彼はもう社会党じゃないよね、40何世があって。だってね、小沢さん仙石さんとね喋ってないと思う。話もしてないということですか、うんうん、僕はね、実は小沢さんが民主党に入ったでしょ、で一緒にやろうという話になった時に、小沢さんが民主党に入るのを絶対反対と言った男が2人いたの。一人は当然ながら仙石義人、もう一人が枝野幸男なんですよ。で僕は仙石さんと枝野幸男さんと小沢さんもね合わせたので、4人で飯食ったので、その時になんかね和気あいあいになったので、ああこれではなうまくいくかなと思ってた。そしたらしばらく経って選挙になった。そしたら仙石さんが電話がかかってきて、小沢さんは田原さんの前ではいいんだけど、やっぱり田原さんいなくなるとダメだわ。あれどういうふうに、でなんでって言ったらね、はい、選挙の時に小沢さんが徳島へ応援に来た。で徳島一区が仙石さん、
でね、一区は彼は強いからね、問題じゃないんで、で二区三区行ってほしいって言ったらね、そんなこと聞いてないと、冗談じゃないと、話は違う、言ってくれなかったって。ほんで言ったなんて、田原さんと一緒にお会いしていろいろお話したいんじゃないか、関係ないよと。関係ないんですね。それでね、はい、千石さんから電話かかってきて、田原さんの前で小沢さんいいけどやっぱりダメだわと。ダメなんで、うん、じゃあ千石さんの方では小沢さんに対して、まあ、特に感情なかったんだけど、うん、まあ、そういった経緯で、うん、なんかこう距離が、うん、それからね、一番、まあ、小沢さんが悔しいのはね、小沢グループにはね制作できるのゼロなんだよね。でみんなね千石さんの方なのよ、アンチ小沢なの。今さっきおっしゃった枝野さんであり、いや、はい、野田さんもそうだし、岡田さんもそうだし、前原さんもそうだし、現場さんもそうだし、で古川とかね、みんな長妻とかね、あるいは、福山とかね、はい、みんなね反小沢なのよ。で千石さんといいんだよね。これもやっぱ頭にきてるんじゃない、うん、でもそれには要因があるわけですよね。やっぱり要因はあるけど、うん、人間って自分の欠陥には気づかないからね。だから面白くないんだろうね、うん、でなんか千石ばっかりいい格好してると。そしてここに来て、うん、まあ、小沢さんが、うん、まあ、強制起訴となって存在感が増しているという、うん、だから小沢さんの存在感がなくなったんで、うん、それで特に週刊誌がもう戦国バッシングになった、はい、いい方でも悪い方でも存在感が増している、うん、でね、まあ、もう一つね、はい、戦国さんの良くないというかね、このねバッシングされることをやや喜んでる。お、うん、彼は神経太いから平気なんだ。あ、じゃあ与党向きではないですか、うん、与党向きだ、与党向き、うん、でね、はい、だからわざわざ国会でもさ、戦国さんは指名されてないのに戦国さん出てくるでしょ。そうですね、だからそんなことするからね、はい、戦国総理とかね言われるわけだけど、で平気でできて、でそのたびに物議かもしそうじゃない。で物議かもしれないね、出なきゃいいんだけどやっぱり出てくるでしょ。面白かったんだよやっぱりそのあたりは、まあ、真の政治家、うん、それとまあね、菅さん頼りないからというつもりはないけども、みんながねやっぱりこの自民党にね、野党に遠慮してるのよ。民主党は遠慮するんですか、どうして、うん、だって参議院で、はい、ね、民主党が少数でしょ。あ、ねじれ、そうするとねじれで、はい、結局法案通すためには参議院でね通してもらわなきゃいけないんで遠慮してるのよ、うん、で千石氏はそういう遠慮してないんで、うん、ガンガン言うわけ、はい、うん、ただやっぱり発言も何か中国船問題では丸山議員との電話の、こんなもんどうしようもないでしょ。だって丸山さんとプライベートにね、電話で喋ったことを国会で質問するなんてね、これはもうルール違反もいいとこじゃない。これはやる方が問題ですよ、うん、でまあだから千石さん怒ったんでしょ、はい、だってねプライベートに電話で言ったことをね国会でね質問するなんてとんでもないと言ったら、またそれ悪口書いてるわけね。そうか、小沢さんのまあ、うん、代わりと言ったらなんですけど、そうそうそう、やっぱりそういう存在が欲しいんですね、うん、でまあね、新聞でどっちかというと、民主党嫌いな新聞ってあるのね。どこと言いません、どこと言いませんが、はいはい、とね、民主党嫌いな新聞が民主党を叩くとするとやっぱり千石さんしかいないんだよ、うん、